皆さんすごいね、カメラめっちゃ構えてたよ。ありがとうございます。はい、それでは大変お待たせいたしました。これから、ライブパフォーマンスの、時間に入っていきます。皆さん本日はフーズフーズフェスにご来場いただきありがとうございます。今回のイベントはキッチンカーのイベントで、キッチンカーメインのイベントとなってるんですけれども、毎回さまざまなシンガーソングライターの方とかストリートミュージシャンの方に、来ていただいてます。今日、トップバッターは東京からいちかひかりさんに来ていただいております。よろしくお願いします。いちかさんは10月16日に、ツアーで大阪に来られることが決まっていて、プラスウィンホール大阪というところでツアーがあるということなので、今日はチケットもお待ちいただいているということですので、ぜひ皆さんご購入のほどよろしくお願いいたします。お願いします。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今ご紹介に預かりました通り、千葉県出身シンガーソングライターのいちかひかりです。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。いや今日ね、本当に昨日の夜10時ぐらいに東京出てね、車でブーンと来たんですけども、こんなにたくさんの皆さんに会えてとっても幸せです。今日はね、最後まで皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ではでは早速ね、ガツンと、2曲楽しい歌を皆さんに届けたいと思います。聴いてください。君と夏を過ごしたい。いやね、東京はもう秋なんですけど、大阪めっちゃ夏じゃないですか。あれ終わってないなと思って、今日急遽秋の衣装から勝手にスタッフの服を借りてこんな感じで出させていただいております。改めましていちかひかりです。今日はよろしくお願いします。皆さんよかったら手拍子で一緒に楽しんでってください。爽やかな風、夏の香りを感じ始めた時、君と願って始まるも戻れない。恋する前あの日の僕に、行くよせーの、君と夏を過ごしたい。思い込んでた心にある気持ちに蓋をして過ごしてたみたい。この夏は素直にもっとそう言葉にして伝えられそう。皆さんよかったらここから私の真似をしながらぜひクラップいきましょう。いくよせーの、トン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 トゥーファンジ。いいね、いただきたいと思います。恋色。どんな色を君と見たい。青い空を白い雲も、100年先もこの景色は描いていこう。
はい、皆さんとっても温かいクラップありがとうございます。改めまして、いちかひかりです。よろしくお願いします。はい、今日はですね、フーズフーズフェスということで、たくさんの美味しいお料理が並んでる中ね、こんな歌わせていただいて、ちょっとお腹が空いてきているんですけれども、皆さん何か食べました？何か食べた？あ、食べた食べた人、食べた人、何食べた？え、焼きそば？普通やん。めっちゃ普通。なんか変わったもん食べた人、変わったもん、ね、おすすめあったよって。カレー普通だね、この暑さでカレー結構やばいね。なんか変わったものありました？これ美味しかったみたいな、ない。じゃあ皆さん、ちょっとこの後私と一緒に回りましょうかね。はい、と言いたいところなんですけれども、今日実はね、この後に大阪での初のファンミーティングをね、開催しまして、あのファンクラブに入ってくださってる皆さんとね、この後ちょっとしたこう戯れをするんですけれども、そう、先ほどもね、あのツアーの話だったりがあって、結構私大阪に頻繁に来てるんですよ。そのファンミーティングも大阪でやったきっかけもね、すごい大阪の皆さんが私のこと知ってくださってたりするのがする方が多くて、で、あの大阪でもファンミやってみようって感じでね、始めたんですけども、ツアーも、実は10月の16日にですね、プラスウィンフォール、大阪というところで、ワンマンライブを開催することになってます。掲げていただいてありがとうございます。そう、全国4都市でね、名古屋、仙台、大阪、ファイナルが東京の神田明神ホールというところで開催予定なんですけど、なのでね、ぜひぜひ皆さん、こんなにたくさんの皆さんが来てくれるなら会場埋まっちゃうよね、きっとね。はい、今日はあの手売りチケットも持ってきてますので、ぜひぜひ、ゲットしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ではね、ここからはちょっとしっとりめの曲を皆さんにお届けしたいと思うので、もうカンカン照りの中大変申し訳ないんですけれども、しっとりを聴いているふりでもしていただけたら、暑いなと浴びながら全然いいので、ね、お水だったりしっかり飲んでくださいね。まだ脱水症状とかね、怖いからね。はい、じゃあちょっと早速眠くなる曲歌いたいと思います。それでは聴いてください、ソファ。Thank you.
とうございます。それでは続けて聴いてください。また会う日まで。この曲は今年の3月に行われた大阪でのワンマンライブの最後に歌った曲です。また会う日までということで、皆さんにまた会える日を願って歌いたいと思います。どれほど月日が経とうとしても忘れない、泣いたり笑ったり、そんな日も懐かしく、カラフルな日々、モノクロな出来事、残り1曲になりました。皆さん心の中の映画聞きたい、はい、ということでね、普段は関東圏で活動してるんですけど、今日本全国を回る錬磨修行の旅ということで、路上ライブでね各地47都道府県を回ってるんですけど、なんと残り15県になりました。あともうちょっとでもうね
終わりかと思ってちょっと寂しい気持ちもあるんですけど、大阪は本当に、1年前とか2年前1年前ぐらいかすごい頻繁に来させていただいててね、大阪難波だったりとか梅田だったりとかで路上ライブしてたんですけど、明日はね神戸で路上して帰ろうと思っております。18時から、はい、ぜひね SNS 等で、情報を、ね、チェックしていただけると嬉しいです。そして、なんといってもホールのワンマンライブ10月16日ぜひぜひ、会場で生音をね楽しんでいただきたいと思います。今日は野外だからすごくこうパーンと張りながら張るようなねこう音になってるんですけど、ホールだとねすごいんですよ。なんかブワーンって反響してなんかこう違う世界にいるような感覚になったりするのでね、ぜひ皆さんちょっとこうなんか疲れたなってこう生活の中でちょっと疲れたな、仕事疲れたな、ちょっとなんか頑張りたいな、勇気もらいたいなみたいな思ってくださってる方、ぜひぜひね、ライブに遊びに来てくれたら私が皆さんに勇気とパワーを届けるので、ぜひお越しいただければと思います。よろしくお願いします。すいません、ピエさんもうちょっとだけリバーブを聞かせていただいてもいいですか。ブワーンっていういけますかね。ちょっとだもうちょっとだけねブワーンっていうのが聞こえるとすごく皆さんにいい感じに届くかなと思うんですけど、もうちょいいけますかね。すいません、ははあ、いい感じになってきました。はやまびこ先生になってきました。まあははこのぐらいで大丈夫です。ありがとうございます。すいません、はい、じゃあ最後はねちょっと皆さんに届けたい曲があるので歌いたいと思うんですけども、今何分巻きで歌わなきゃいけない以上。ちょっとじゃあねワンフレーズだけ皆さんが欲しそうな曲を歌おうと思います。ちょっと音を下げていただけると嬉しいです。じゃあちょっとワンフレーズだけ、この曲で知っていただいた方多いんじゃないでしょうか。いきます。お越しいただきありがとうございます。私ができることはね皆さんに音を届けることしか今のところ見つかりません。でもその音を届けるということ1から100までむしろ120までパワーを注ぎ込んで皆さんに届けていきたいと思います。最後この曲聴いてってください。トワリ、そう丸めて
しい。そりゃたまにはぶつかるけど、またそれはそれで大切だよね。いちか様にもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。皆さんこんにちは、いちかひかりです。はい、この度いちかひかりライブツアー2020に開催することになりました。はい、ということで、こだまする世界というタイトルになっております。10月2日 in 名古屋今池グロ、10月9日 in 仙台誰も知らない劇場、10月16日 in 大阪フラッシュインホールビレボアで開催予定ですので、ぜひ皆さんお越しいただけたら嬉しいです。詳しくは私の、ホームページの方にもオフィシャルサイトの方にも、ね、載ってますので、ね、チェックしていただければと思います。最後は東京です。神田明神ホールです。よろしくお願いします。